王は、農学の演目の一つ。別格に扱われる、終言曲である。最初に沖縄を演じる正式な番組立てを沖縄付けと、いい、正月初回や、祝賀能などに演じられる。王、千歳、三番層の三人の下部からなり、王役は、白色城、三番層役は、黒色城という面をつける。原則として、沖縄に続いて同じ、して、自由体。 はやし方では機能を演じる。メンバー交戦に、王、千歳、三番荘後見、自由隊の初役が、橋がかりから登場。王は、舞台右奥に着座し、祝歌を歌う。梅雨払いとして、千歳が舞い、王は、千歳が舞っている間に、舞台上で前を向いたまま白色城をつける。千歳の舞が終わると、王は、立ち上がり終焉の舞台と祝の舞を舞う。 その後元の位置に着座し面を外して退場する。王が、千歳の舞と沖縄の舞の二場面からなるのと、同様、三番相ももみの段と鈴の段からなっている。前半のもみの段は、面をつけず、後半の鈴の段は、黒色状をつけ鈴を持って舞う。前が終わると、元の位置に戻り、面を外して退場する。王は、霊式の三番の演目、つまり、父上、沖 三番猿楽の三演目からなるのが本来であり式三番とも呼ばれる。実際には室町時代初期には七条を省くのが状態となっていたが式二番とは呼ばれずそのまま式三番と称されている。王は鎌倉時代に成立した沖縄猿楽の系譜を引くものであり古くは聖職者である樹脂が演じていたものを樹脂に代わって 猿学士が演じるようになったものとされている。自社の方へや祭礼での正式な演目をその根源とし、今日の脳はこれに続いて演じられた、余興芸とも言える猿学の脳が人気を得て発展したものである。そのため、脳学士や狂言師によって演じられるものの、脳や狂言とは見なされない格式の高い演目である。脳との顕著な違いの一つに面をつける場所がある。 脳においては面は舞台向かって、左奥の鏡の間において着脱されるが、沖縄では面は舞台上で着脱される。また、鏡の間への神棚設置や切り火による、お清め、別化などによる舞台、演じ手の性別も行われる。もともと、脳は沖縄に続いて演じられた余興芸であり、沖縄に続いて脇の以下の演目を上演する、いわゆる沖縄付けが正式な、 番組立であったが、現在では、正月の初回や舞台開きなどの特別な催しでしか演じられない。また、沖縄の次には必ず脇能を上演する、しきたりであったが、昭和25年水道橋能楽堂の舞台開きを、機に脇能を伴わない沖縄の単独演奏の弁法が認められた。能楽鑑賞101番、26ページ、能、狂言辞典、10ページ。 日本史大辞典1154ページ、法学百科辞典150ページ、演劇百科大辞典1424ページ。ありがとうございます。